はい、皆さんこんにちは。今回はですね、この HG アフターコロニーですかね、新機動戦機ガンダムウィング、はい、の XXXG の 01D でいいですかね、ガンダムデッサイズですね。作っていこうかなという感じですね。私このガンダムウィングでね、一番好きな機体がこのデッサイズなんですね。ヘルもあるんですけどね、このデッサイズの方がねあっさりしてて好きかなという感じがしますね。はい、まあバクバクはねあまりごついやつはね好みじゃないですね。じゃあ早速ね上げていきたいと思います。オープン。はい、こんな感じでね、なってますよね。はい、ビニールがねちょっとガサガサ言いますけど、ビニールはちょっとねカットしましょうかね。はい、でまずねランナーなんか緑色のねクリアいい感じの色ですね。釜のところとここのこれですね。ここにね開いたら作ったやつですよ。はい、そして、まあ関節のパーツみたいなね、こんな感じ。C2、そしてこれが B1 ですか。はい、まあまあグレーのね。そしてなんか釜を持つようですかね、特徴的なハンドパーツもついてるみたいです。はい、そして、E の1。はい、ガンダムデッサイズと書いてますね。専用品でしょうね。まあまあもちろんね。そうでしょうね。はい、まあ、ランナー自体はねそれほどねこう専用品ばかりだとは思うんですがね。はい、C1 ですね。はい、そして D、 はいはい、武装とかねやってるみたいですね。バックですかね、よくわかんないですけどね。さあ、ここを見せた方がいいですかね。そして、ポリキャップですね。はい、結構ね私オリジン系のポリキャップの好きなんですけどね。これが A パーツですね。カラー、ね、多色成形のね、さすがバンダイさんという感じでね。はい、そして、シールが入ってるということですね。目のシールですかね。目とカメラと V、はい、ここですね。こんな感じでね、はい、入っておりますよね。まあ凄みは、まあ、そういうところをねちゃちゃっと組むだけなのでカットさせていただいて、すぐに完成でスキップいたします。はい、凄みが完成いたしました。はい、この鎌もねできましたよと。まあこんな感じで稼働をね、はい、しますと。私がこの鎌を使うんであれば伸ばしたままで ね長物としてね、なぎなたっぽく使うと思うんですけど、まあさすがにね、こうやって持ってしまうとビームサーベルより若干短くなってしまうんではないかと思いますのでね。まあですよほどの操縦技術がないとね、難しいんじゃないかと思います。はい、まあ、説明書の方はねこんな感じで車に構えた感じになっておりますけどもね。まあ凄みですね、そのまま。こんな感じでございます。はい、ちょっと動いてみましょうか。はい、これがまあ限界のような気がしますね。はい、ここもね、なんかこうここもちょっとこうねフレキシブルに動くとかね。はい、まあデッサイズっていうんですかね、こうまあデッサイズの釜のね収納状態こんな感じでついておりましてね、まあ、いい感じですね。はい、このギミックもね、なんか歯車みたいになってて、片っぽを動かすと両方ね一緒に動くという感じになってるみたいです。はい、上級モデルの方はねここら辺ちょっと尖らしたりとかね、されるのではないかなと思います。はい、まあまあいいんじゃないですか。はい、ちょっと気になったところがありまして、肩幅がね、結構広い感じに、ね、なっておりますのでね。はい、まあ、この軸をどうにか改造したらどうにかならないかなと思うんですけどもね。
まあただこうフレキシブルにこうねこんな感じで動くようになっておりますので、その分のキャパというかね、何でしょうねと。ただ肩幅に比べて股関節の幅が狭すぎるような気がします。これ今足広げてるんで、ね、それほど見えないですけど、まっすぐ立つとこんな感じでね、ちょっと狭いような、せっかくねこんぐらい広がった方がかっこいいような気がしますんでね、ここちょっと改造できないかということで、今回ちょっとだけね、簡単に超簡単に改造してみようかなと思っております。まあまあお見せしながらしましょうかね。そんな難しいことしませんのでね、まあ、ここを取って、この股関節のパーツですね、このパーツ、まあ普通にねここに3ミリのクラブを突っ込んでねやると動かなくなってしまうかもしれないので、これね、これオリジン版のガンダム、アルス7802のガンダムの股関節ですね。まあ似てますんでね、ちょっとここら辺、やればいいのかな。そして、ね、こうやって見てもらった方がね、幅が広がりますので、ね、そして ここに段差がありますのでね、これ以上内側行きませんので、はい、こんな感じで足が外側に行くんではないかと。そうするとこうね足を広げて、ね、こんな感じで広げても、それほど干渉しないのかなと。このままだとここはねちょっと干渉して、多分この説明書以上にはこう足広がらないみたいな、ね、感じになってましたので、ね、でまあこれとこれの差異ですね、まあ幅長さもちょっと違うんですけどね、ちょっとね片付けましたけど、削っていこうかなと、合わせてねある程度ね、まあ横から見た時にね、まあ薄いというかこの3ミリの幅ぐらいになってますんでね、そのぐらいにちょっとバツバツを切っていこうかなと感じですね。まあまあ中にね収納されるものはそれほどに気使わなくていいのかなと思いますけどね、はい、こんな感じで切っていけばなんとなし合うんじゃないかと。そして上の方もね、こんな感じでここにね丸を取っていければいいんじゃないですかね。で、まあ一応ねヤスリで整えて、ちょっとやはりね、ここの下がね使えてるみたいですね。ここはカッターでねちょっと広げていきましょうか、まあね、あまりガツッと切ってしまうとね怖いんで、ちょっとずつねやっていきましょう。なのでね、私いつも改造する股関節の幅があってよく言うんですけどね、一番重要な感じがしますからね、股関節の幅ね、はい、こんな感じでいいですかね。あとなんかこうここのこれですね、ここの棒みたいなところのね中がちょっと干渉してみたんで、カッターで削りましょう。
な感じでいいんじゃないですか。ちょっとまたこれがハマるかどうかですね。はい、ハマりましたということで、よ、ね、足はめていきましょうか。いい感じになったんじゃないですか。ちょっと広がりすぎてますかね、はい、で広がりすぎてるときはこちらのポリキャップね、はい、調整すればいいんじゃないかと思います。よっ、まあ、これ外す必要ないんですけどね、本当はこのままやってもいいんですけど、ちょっとね皆さんにお見せするのに外してからねやりましょうか。あ、この指示、この棒ね、この棒の際から切ってしまえばちょうどいいのではないかと思いますので、やってみましょう。3ミリ以上になってるところが、ね、ありますので、それで突っかえてたような気がしますね。はい、はい、ちょうど良さそうですね。あ、こちらが合わせたやつね、分かるか、こんな感じで、はい、でこちら側も切っていきましょうかね。股関節ね広がったね、なかなかマッシブになったんではないかと思うんですが、こう見た時にね足がすごく大きく見えてしまう。もちろん股関節広げたのもありますけどもね、広げて、マッシブになったのは下半身だけがという話になってしまいますのでね、どこが足りないか、もちろん肩幅はねかなりね広いと思うんですね。全盛期のバブル世代のねスーツほどでかいと思いますんでね、どこが足りないかなと考えましたところ、二の腕、ここら辺ね、やはり肩で肩のパーツが大きいので隠れてしまいますのでね、短く見えるんじゃないかということで、いつものように、いつものようにこれ初めて見られる方は分かんないでしょうけどね、これオリジン版のガンダムのポリキャップですね、の11番、私大好き11番ですね。これね、普通にキット組んでも1個か2個余るんですね。それをまあ、スペーサーに見立ててね、3ミリ内径3ミリのスペーサーに見立ててこんな感じにね、丸いのね耳を切ってしまって、こういう、ギザギザついてないね、ここにギザギザがついてないようなね、ラジペンで持って、こんな感じに、ね、真っ二つにすると、こんな感じで真っ二つにすると、そうするとスペーサーね、にスペーサーって分かりますか、伸ばすジグみたいなのが出来上がると。まあこれちょっと今適当に切りましたんでね、ちゃんと切ってるのはこっちに用意されています。これをね、入れてみましょうかということで、こここのね、はい、こうですかね、こうはめた時にここに入れてしまえばいいんじゃないかと思います。ね、こうやってしまうと1ミリから 1.5 ミリ頃ね、自分の好みで幅調整してもらえば大丈夫ですけどね、はい、二の腕が伸びて、腕もねたくましくなるという感じですかね。はい、こんな感じですね。いかがですか。こちら側は伸ばした方、ね、伸ばしてない方で短く見えませんか。両方とも肘をこう伸ばしてみましょうかね、はい、伸ばした方、伸ばしてない方と、
ということでね、はい、なんか短く見えますよね、はい、こちらの方がスタイル的にはいいのではないかと思いますね。反対側もちょっと簡単ですよね、お話ししながらやってみましょうか、はい、私ねこうプラモデルを組む、素組みするときですね、もちろんバリ取りなどをしながらね、ここをちょっと伸ばした方がかっこいいんじゃないかなとかね、そういうことを考えながら作ります。そうするとね、出来上がったらやはりそこがちょっとおかしいのかなってね、思ってくるんでね、その組む時、組む前、組んだ後、ね、組む途中っていうのを考えながらやるとね、自分の好みのスタイルに作れるのではないかと思います。皆さんもあの組む時もね、あの説明書を読んでそのままというよりは、あ、ここもうちょっとこう変えた方がとかね、自分好みにねしていった方が、より、プラモデルを楽しめるんではないかと思います、はいはい、こんな感じでございますよと。ちょっと画面引きましょうか、ちょっとね、はい、こんな感じです。説明書ね、同じようなポーズ、こんな感じですか、こんな感じですか。まあまあ右腕はもうミットさせてもらって、こんな感じですかね、まあたくましく見えるんじゃないかと思います。説明書をちょっと見せてなかったですね、今回。ポージングをさせてるところとかね、あのすだちのキットの説明、あの写真ね、完成図がない、これなんかバンダイさんの意図があるように感じますね、はい、ポーズ付けするためのキットですよという感じがしますけども、これ見ていただいたら分かる通り、これ股関節ちょっと内側すぎておむつ履いてるみたいになってしまってますね、はい、同じようなポーズ取らせてみましょうか。こんな感じですか、足ね、はい、こんな感じですか、はい、弾は持ってませんけどもね、はいはい、いかがでしょうか。同じようなポーズ取らした時にやはり股関節ね、はい、こんな感じですね、正面からですか、こんな感じ、こんな感じじゃあ足もうちょっと狭いのかな、はい、こんな感じですかね、はい、こうやった時にね、はい、ここよりもこのキットの方が自然に見えると私は思うんですが、皆さんいかがでしょうか、はい、ポーズ取らせるにしてもね、あの股関節、関節の位置などね、長さ大事だと思いますので、皆さんもそこら辺も考えながらねキット組まれるとさらに満足度の、自分自身のね、あのご自身の満足度の上がったキットを作れるんじゃないかと思います。はい、こんな感じですか今回はデスサイズをガンダムデスサイズを素組みして、気になったところを超簡単改造してみましたの動画でした。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドなチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさようなら。